こんにちは、三木と申します。この講演の紹介にはサイバーエージェントの三木泉と書いてあったような気がしますけれども、IT メディアという会社で、エグゼクティブエディターをさせていただいています。今日は遅い時間で、皆さんおそらくその食事に思いを馳せていらっしゃる方々も多いと思いますけれども、お時間をいただいて日本のオープンスタックの現状と今後の展望というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。ゲストとして、サイバーエージェントさん、DeNA さんお二人に、お越しいただいてますので、ぜひそのお二人のお話をじっくりとお伺いしたいというのが、80% の趣旨でございます。この講演のサブタイトルは通勤電車が1分間隔で走る国のオープンスタックと、外人の方々は、今日その山手線で来られたりするとまさにこう1分間隔で前の列車が、出発したと思ったら次の列車が、1分後には来るみたいな、考えてみるとすごい話で、まあ、これでその日本的だという気が私はするんですよね。そういうこともあり、今回はその講演のそのスライドは、背景をサムライブルーと、ちょっと実はサムライブルーよりは明るいんですけど、そこら辺はご容赦いただき、話したいと思います。さて、そこにもいらっしゃると思いますけど、 IDC のイリアさんに昨日お伺いしたところによりますと仮想化って、まずどれぐらい日本で進んでるんだろうかと。要するにオープンスタックの前に、第2のプラットフォームと言われるかもしれませんけれども、日本のその IT のその進化の度合いをある程度表現するとしたら、まあ、仮想化の比率っていうのが一つの指標になるだろうということで、そのイリアさんにお伺いしましたところ、大企業だとまあ60から 70% はもう仮想化を導入してますねと。まあ中小企業だとまあ 20% から 30% ぐらいですねと。まあ大まかに言えば、やはり私たちその日常その日本で IT 関係の取材をしておりますけれども、大企業に関しては、まあ、通常大部分は VMware ですけれども、仮想化を導入しているというのが、まあ、前提となっているのが、まあ、日本での現状でもあると思います。で、まあ、そこでそのじゃあある程度仮想化進みましたと。でクラウド、いわゆるそのオープンスタックを使ったクラウドに関してはどうなんでしょうかという話になってくるわけですけれども、そこら辺でそのいろんなその考え方が出てきているのが現状だと思います。で、公になっている話では、ここに挙げましたような、事例といいましょうか、そのユーザーさんがすでにいろんなその機会で紹介されています。楽天さんなどは、サービスのベースとしてその今後オープンスタックを、本格的に利用していきますよという意思を示してらっしゃいます。例えば楽天さんはその世界中で今 e コマースサービスを中心に、展開されていますけれども、あるサービスは、買収した企業なので、そういう人たちの運用しているサービスは AWS を使っているケースもあったりしますけれども、大部分は今のところ VMware で回してきましたと。それをそのオープンスタックベースのプラットフォームに順次移行していきますよというお話を先日私別のイベントでお伺いしたときにお話になってました。楽天さんというのは日本ではすごく大きな e コマースプロバイダーですので、そういう方々が本格的にそのプラットフォームをオープンスタックで展開しますよというのはすごくインパクトのあることだと思います。で、当然ながらそれ以前の話として、この前のセッションにも関連したトピックが紹介されたと思いますけれども、通信事業者の特に NFP に関しては、世界中で関心が高まっていると思いますけれども、日本の通信事業者さんも真剣に考えていらっしゃり、NTT ドコモさんだけじゃなくて、日本のその通信事業者と言われる方々、あるいはそのインターネット接続プロバイダーと言われる方々は、真剣に、その VCPE だとか、あるいはその、パケット交換だとかいう話をそのオープンスタックベースで展開しようとしているというところで、ただその今まで、安定的に提供してきたサービスを、当然その新しいプラットフォームで再構築するっていうのはかなりハードルが高いことであることは確かですので、一生懸命その POC をプルーフ・オブ・コンセプトで、実験をして実証していらっしゃいますけれども、この分野での進化は非常に早いので、かなり近いうちにその実際の利用例が出てくることだと思います。IIJ さんの場合は、ほとんどその商用に近いような形で、展開されている。でクラウドサービスに関してはその NEC さんが、以前から、オープンスタックベースのクラウドサービスを、VMware ベースのサービスとともに展開されていますし、 NTT コムさんも一部のクラウドサービスはオープンスタックベースですし、GMO インターネットさん、確か今日お話しされたと思いますけれども、 GMO インターネットさんだとか、あるいは、後でもちょっと触れますけれども、富士通さんなどがそのクラウドサービスを展開しようとしていると。であまりその定量的な話ではないので恐縮ですけれども、日本のユーザーってその特別なのか特別じゃないのかという話で言いますと、やはりその私もたくさんのその欧米のIT ベンダーさんとお話しする機会がありますけれども、とにかくその技術を理解する人はたくさんいるね、この国はということに驚く人たちはたくさんいるんですよね。ただもちろんその、細かいですねということも言われる。特にその品質と言われるものに関して非常にその敏感で、しかもその利用に関しては慎重で。とにかくそのビジネスに時間かかりますねと。海外の IT ベンダーさんは必ずそういう言い方をします。NTT さんのような会社さんは特にその、NTT 仕様と呼ばれる、昔から有名なその仕様を作られて、一生懸命そのベンダーさんはそれに合わせるような努力をし、さらに検証を重ねてようやくその採用されるに至ると。そういうプロセスというのは、他の企業に関してもよく聞かれる話です。で一般企業に関しては、大企業を含めていわゆるシステムインテグレーターと呼ばれる方々にその IT を依存しているところが多いと。ですがこの間その VMA の日本法人の社長さんにお話聞いたところによりますと、やっぱり日本のビジネスって時間かかりますと。だけれども分かってくれる人はたくさん出てくるので、ある種こう辛抱して我慢してこう、ビジネス続けてると、そのうち、きっと分かってくれると。そういう意味ではすごくその成果大きい市場なんだろうなというふうに思います。で、これからはですね、そのすでにオープンスタックをお使い、あるいはそのこれから、活発に使っていこうとしてらっしゃる、特にその今回オンラインサービスの2社の方々に、どういうふうに考えてオープンスタックを使うのか、どういうふうにその、使おうとしていくのか、あるいは、どういう苦労があるのかというようなお話を伺っていきたいと思います。まず最初はですね、DeNA の小野さんです。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは、ただいまご紹介いただきました、DeNA の小野と申します。私はDeNA の IT 基盤部というところで部長しておりまして、IT 基盤部は弊社のほぼありとあらゆる事業に、インフラのマネジメントとして関わっている部門になります。話続けでこれからそのオープンスタックを本格的に使われようとしているというお話ですけれども、まずもうちょっとその DeNA っていう会社についてご紹介いただきたいんですけど。はい、DeNA っていう会社は、日本の皆さんはよく知っていただけてるかなと思うんですけども、オンラインゲームです、モバイルゲームで今一番のそのメインのビジネスをやってる会社になります。なんですけども他にもかなり多角的なトライアル事業的なトライアルをしておりまして、例えばですねヘルスケア事業をやっておりまして、これは遺伝子解析を行いこれはもう一般の皆さんが使えるサービスなんですけども、インターネットで申し込みいただくと検査キットが送られてきてですね、それを唾液をちょっと取ってもらうんですけども、それを返送すると繰り返していただくとですねそれを解析して、将来になりやすい病気っていうものを確率としてですね教えてくれたり、そういったサービスを始めています。このマイコードってやつですね。そうですね、はい、マイコードというのはそのサービス名サイトの名前になります。あとですね自動車関連で弊社新しい事業を始めていまして、具体的にはロボットタクシーという会社をつい先日立ち上げています。でこれは文字通りロボットがタクシーを運転するというか、自動運転でですねタクシーを配車して、人を乗せて目的地まで行くというようなことを目指している事業になりまして、これは具体的に2020年のその夏のオリンピックまでに実現したいと思って進めているものになります。で他にもですね社内ではすごくその新しい事業のシーズンというのをたくさんまいていまして、ゲームだけでなくやっぱり新しいその事業のインフラっていうものをより早く安く提供する必要があると。でこのミッション自体は前からあるんですけども、それをもっともっと追求してやっていく必要があるというふうに思っていまして、その一つの選択肢やり方としてですねオープンスタックっていうものが使えるんじゃないかと思って、これからちょっと本格的に使おうと思っている状態になります。でどういうふうにどういう分野に、どういうふうに適用どういう規模でこれからオープンスタックを使おうとしていらっしゃるかということをご説明いただけますか。はい、今もお話ししましたようにいろいろ新しい事業を皆さんにちょっと目立っているものもあれば、目立ってないものもあってなんですけども、社内的にはかなりいろいろ新しい、事業を、やっていますと。で今一番のオープンスタックを使うターゲットとしてはですね、スモールスタートで始める、スタートアップ企業のような感覚でやるようなところにオープンスタックをベースにした環境をですねまずは使っていきたいというふうに思っています。でちょっと具体的な話なんですけども、技術的にどういったところを取り込んでやっていきたいかっていう、お話を少しさせていただきます。やっぱりオープンスタック使うんで、自動化をすると。で自動化自体はもちろん社内でいろいろ作ってきたツールでかなりやっているんですけども、そういうものをよりオープンなものにですね置き換えることで、自分たちのメンテナンスコストが下がるというメリットがありますので、そういう自動化オーケストレーションのところのツールはしっかり使っていきたいというふうに思っていますと。であとですね、サーバーとネットワークの運用っていうのがちょっともしかしたら日本の会社特有なのかもしれないんですけど、結構ある程度の規模になるとですね運用の部門が分かれちゃうことがあると思うんですけども、で人材としてもネットワークエンジニアとかサーバーエンジニアというふうに分けて呼ばれることがあるかと思うんですけども、その形をなくしていきたいっていうのが根本的にちょっとオープンスタックとは違うですね、そもそもちょっとあるべく人材像みたいなところで考えとしてあってですね、ネットワークのインテグレーションをしていくっていうことが一つ大きなポイントだと思っていますので、単なるサーバーをですねオーケストレーションするっていうツールとしてだけ使うのではなくて、ネットワークのレイヤーをどこまでインテグレーションするかっていうのが重要なので、エルバスとかファイオールサービス、あとちょっと具体的に書いてますけどキルムラス Linux のようなLinux ベースのネットワーク OS っていうのはすごくサーバーエンジニアフレンドリーなので、そういったところを使っていきたいなと思っていますと。ごめんなさい、はい、そうするとキルムラキュムラス Linux を使って、まあ、日常のそのネットワーク運用はネットワークその機能のスイッチレベルの、機能の操作までサーバーエンジニアがやると。そうですね。ただなんかキュムラスの操作を普通にやるっていうんだと、まあ、こうオープンスタックと少し絡める意味がなくなっちゃうので、やっぱりその API でその操作をするというようなイメージに持っていきたいとは思ってます。であと、まあ、公開要請もまあ維持しなきゃいけないっていうのと、まあ、仮想サーバーがベースにまあなりますので、もしくはちょっとコンテナなんですけども、まあ、死んだ時にですね、まあ、ちゃんと切り替わる、もしくはまあちょっとその物理サーバーの調子がおかしいんで少し他のところに移したいと、まあ、これやっぱ普通に効率がいい運用としては必要なものだと思ってますので。まあ何らかのそのシェアドストレージを組んでいきたいというふうにも思っていますと。であとはまあ皆さんも多分興味があるコンテナ関連ですね。これもやっぱり単なるその VM で動かすよりはコンテナの方がやっぱりリソース効率がいいので、よりそのハードウェアの性能を使い切るっていうことを追求するためにはまあ実用化していきたいなと思っていますと。であと最後にそのパブリッククラウドとのインテグレーションっていうのもまあ考えていますので、パブリッククラウドっていうと、まあ、AWS とか Azure さんとか、まあ、そういうのを、まあ、イメージするかと思うんですけども、まあ、今はオープンスタックベースで組んだクラウドサービスっていうのも、まあ、出てきて、まあ、いると思います。でオンプレの、オープンスタックの環境と、まあ、パブリックでオープンスタックで組んでるそういうその事業者さん、そことちょっとインテグレーションしていくとまあ、API をですねうまくこうやりくりできればそういう構成っていうのも将来的にはありえるんじゃないかなというふうにちょっと描いてたりするのでこれは今多分実現できていることではないと思うんですけど、そういうのも視野に入れつつオープンスタックをプライベートクラウドで使っているとそういったメリットも得られるかなと思っております。はい、でも基本は別にそのパブリッククラウドを使いたいっていう話ではないんですよね。適材適所だと思ってまして、まあ、例えばその海外でサービスを出したいと、まあ、弊社の場合ゲームが、まあ、日本でヒットしました、まあ、それを海外にも出すっていうパターンもあったりするんですけど、そういう時にはやっぱり早くまあ、イージーに立ち上げるにはAWS さんの US のリージョンとかやっぱり便利ですのでそういうのは使いますと。ですけどコストの観点でやっぱりある程度大きなオンプレミスの環境を持っている事業者さんはオンプレの方がやっぱりコストが安くなっていると僕は思ってますのでメインのサービスっていうのはやっぱりオンプレかなと思っているので基本的にはやっぱりオンプレメインかなと思ってます。はい、まあ、これからその本格的に使われていくという話ですけれども、オープンスタックのその最近のその進化をこうまあ横目でご覧になったりしていて、はい、どういうふうにその印象をお持ちですか。はい、まあ弊社はこれからですねちょっと本格的にやっていくよというところでまだこう運用のノウハウとかはないんですけども、まあ、今まで検討してきた中では結構そのドキュメントもですね間違ってたりでそのインストールすることも簡単じゃないとそういう話を、まあ、結構聞いていましたと。で僕らも少し前のバージョンから触ってはいるんですけど、まあ、そういう印象があったりと。でそういうのが、まあ、時間が経つごとに確実にはまあなくなってきているのかなというので、まあ、そういった進化は感じますと。であと一番最初にオープンスタックを少し考えたのは今から2年ぐらい前にもなるんですけども、まあ、その時と比べると今はやっぱりプライベートクラウドでまあ使うそのソフトスイートとしてはやっぱりオープンスタックがもうほぼ一択ぐらいになった状況だと思いますので、まあ、そうやってまあ結果的にユーザーに受け入れられたことで周りのそのベンダーさんとかもこう対応するのがですねなんとかスタックっていうのがいっぱいあると対応するの大変だと思うんですけど、まあ、オープンスタックほぼ一択になってきたのでそのオープンスタックに対してまあ対応しておけばいいという感じになって。それで単なるそのオープンスタックのコミュニティだけじゃなくていろんなやっぱり大きなベンダーさんがそこに参入してきてかなりいろんなこうツールが出てくるようになったと。まあ我々なんかはこう、まあ、あんまりその商用のソフトウェアとか製品とか使わないんですけども、やっぱりいろんなユーザーさんがいますので、そういうものが充実してきたっていうのはオープンスタックにとっては進化だったんじゃないかなというふうに思ってます。ちなみにその、構築運用の体制って言いましょうか、どういう形でそのやろうとしてるんですか。全部自前でやるんですか。そうですね、やっぱりこう自分たちで触って、まあ、いい思いも悪い思いもしなければ、やっぱノウハウとして貯めなければ本当に使いこなせないと思ってますので、まあ、基本的には社内のメンバーで基本的にやるというふうに思ってます。で、体制的なものとしてはですね、まあ、今までこうリサーチだったりこう、まあ、検証っていうのがまあ大体メインな感じだったんですけども、まあ、人数的には4名から5名ぐらいでやってました。で、ただ全員がそこにフルコミットしているわけではなくてですね、他の、まあ、事業系のサービスの運用とかそういうのをしながらのその兼務という形で、実際避けてた時間はおそらく 20〜30% あるかないかとかそのぐらいだったのかなと思います。で、これはでも人数的にはですね、おそらく運用していくのはそんなにその10人も20人もいるとは思ってなくて、やっぱりまあ4人5人とかそのぐらいで運用は十分できるかなというふうに思ってます。ただまあちゃんとこう運用するってなるとですね、障害対応とかもしなければいけないので、まあ、2〜3割の工数っていうぐらいではちょっと済まないはずなので、そこはもうちょっとこの運用を優先的にやっていくっていうような形にしてですね、まあ、使う時間を増やしていく必要はあるかなとは思ってます。はい、聞いてらっしゃる方々の中にはやっぱり複雑だって聞いてるので、オープンスタックを自前で構築運用するっていう決断をするっていうのは案外ハードルの高いことなんじゃないかと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、どうでした実際。すいません、そうですね、実際僕らも触っててやっぱイージーな印象はないですと。やっぱりまあ、複雑だよなと。で、そもそもやろうとしていることが複雑なので、まあ、仕組みとして複雑なのは、まあ当たり前だとは思うんですけども、ただ結局運用をですね効率化しようとすると、やっぱりやろうとすることっていうのは同じことだと思うんですね。ある、まあ、インスタンスを追加したいっていう時に、それをなんかコンフィグを手で書いてですねコマンドいっぱい叩いてやるのか、それはもう定型化された命令1個投げてそれが自動で立ち上がるのか、それは後者の方が当然いいですよね。で、それをまあ我々は内製のツールで開発してやってきたんですけども、同じようなその機能を提供してくれるものがオープンなものであるならば、僕らもそこの恩恵にやっぱり預かった方が、最初に言いましたけども、自分たちのそのツールをメンテナンスするのもまあコストといえばコストですので、なのでコミュニティに貢献するような形での開発っていうのはまああるとは思うんですけども、やっぱり一から全部自分たちで作ってメンテナンスするよりははるかに効率がいいと思いますので、そういう意味では結局運用を効率化しようと思ったらオープンスタックがやるようなことを結局やるはずなので、そこで躊躇してると結局効率が上がらないっていうだけになると思うんですね。なのでやっぱりこれはやるべきことなんだと思います。なるほど。現時点で、何かなんて言うんでしょうか、課題だなと、オープンスタックに関して課題だなとか苦労しそうだな、これからも苦労しそうだなとかいうふうに思ってるポイントって何かあります？まあ、やっぱり繰り返しですけどもイージーじゃないので、インストール一つ取ってもやっぱり結構知らなきゃいけないことがありますと。なのでまあ、僕らのようにとにかく今も先ほども言ったようにやっぱ効率をとにかく徹底的にやっぱ追求するんだっていうことがぶれなければそういう難しいものを扱っていくっていうのも別にやる気があればこれは別に何とでもなっちゃうと思うんですよ、おそらく究極的には。まあ、そうなんですけども、まあ、やっぱりそういうふうに考える方たちばかりじゃないと思うので、もっとやっぱ簡単に扱えるようになんなきゃいけないなっていうのは、それは大きな課題の一つかなというふうに思います。あとはオープンスタックの場合はまだパースのレイヤーが弱いと思うので、そういったところがもっと充実してこないと、パブリッククラウドと比べた時にですね、やっぱり選択肢にならないかなと。結構途中で言ったように、ある程度大きいオンプレミスの環境を持っていて、コストメリットが得られるような一部の企業が使うものっていうふうになってしまう可能性はあるかなというふうに思いますね。そういったところがちょっと課題かなと思います。そこら辺難しいところですよね。オープンスタックの枠の中でどこまでやるのかっていう話もあると。そうですね、はい。例えばコンテナ管理だとか、そのパースのような別のプロジェクトなり製品は世の中には色々あるので、それと組み合わせてくれよっていう話でもあるじゃないですか。そうですね、はい、それはそうだと思います。そうですね、パースもいろいろ確かにあって、単純に少し検証作業で少し立ち上げたいとかだったら、普通にAWS のビンズトークとか僕も使っちゃうんですけど、そうですね、やっぱ適材適所な部分はあると思います。わかります。おっしゃることはすごくよくわかります。やっぱりいわゆる社内のユーザーである開発者は、開発のためのツールが必要なんだということでいうと、パースレベルの機能がやっぱり欲しいわけですよね。誰が供給するにしろ。はい、はい、そうですね。僕もパースってやっぱあった方がいいみたいなのを社内でも最近ちょいちょい聞いたんですけども、少し意見分かれてるところはあったんですが、やっぱりあった方がいいよねという声はありました。はい、最後にオープンスタックファウンデーションとか、それを取り巻く世界だとか、あるいは日本のオープンスタックの現状とかに関して何か意見はあれですか？やっぱりちょっと今のままだと使う企業さん、自分たちの運営するシステムを使う、それを効率化するためのツールとして使うユーザーケースっていうのは、そんなに爆発的に増えないのかなという気がしますと。でそれはやっぱ繰り返しですけども、やっぱり扱うことが結構複雑なので、そこの難しさがあるかなと。ただやろうとしてること自体が複雑なんで、簡単に見せるっていうのが難しいっていう、矛盾はあるかなとは思ってはいるんですけども、そこがやっぱちょっと一個問題点としてあるかなと思っていますと。であとは逆の立場で我々のように自分たちの環境に入れるんじゃなくて、パブリッククラウドとしてクラウドサービスを出すときにオープンスタックを使うケースもあると思うんですけども、うちのような会社にいる人間、結構スピンアウトして自分で会社立ち上げたりするやつもいるんですけども、そういうやつの話聞くと、やっぱりAmazon とかだともう高すぎて使えないとか言うんですよねスタートアップの企業だと。だからおそらく僕が感じている需要としては、もっともっと安いクラウドサービスっていうのは潜在的な需要があるのかなと思ってまして、そういったところでオープンスタックベースで使えるパブリッククラウドっていうのが増えていける余地はあるのかなと思ってるんですけども、そういうのがやっぱり僕としては増えていってほしいなっていう思いというか、そういうのがありますね。でそれが増えてってくれると、ちょっと冒頭で言ったように、うちがもしオンプレでプライベートクラウドでオープンスタック使ってると、ちょっとコンピュータノード足りない時にパブリック側のコンピュータノードちょっと貸してくれというような感じのインテグレーションができる可能性があるのかなという気がしてまして、これはちょっと卵が先か鶏が先かみたいなところがあるかもしれないですけど、そういった、ちょっとファンドエステンションに対しての注文とかじゃないかもしれないですけども、オープンスタックを取り巻く今の状況として、そういったところがもっと強化っていうか出てきてくれるといいかなっていうふうに僕としては思ってます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お忙しいところ。さて、次は、サイバーエージェントの、長谷川さんです。皆さんこんばんは。サイバーエージェントの長谷川です。よろしくお願いします。サイバーエージェントさんは、以前より、オープンスタックは、使い倒していらっしゃると。そうですね、使い倒しているのかどうかは分かんないですけど、一応使ってはいます。はい、でまず非常に簡単にサイバーエージェントさんってどういうことをやってらっしゃる会社なのかを一応復習的に、お願いします。そうですね、サイバーエージェントという会社はですね、一番有名なのはやっぱり DeNA さんと同じで、モバイルのゲームですとか、コミュニティサービス、アメーバブログとかですね、一番分かりやすいかなと思うんですけども、そういうコミュニティサービスも展開しています。で、一応それだけだと思われがちなんですが、実はサイバーエージェント広告事業も一応やっております。で、2013年後半ぐらいですね、その広告を専門にする事業部っていうのを新しく作りまして、そこでアドテク本部として広告サービスを提供し始めて、今順調に伸びているといったところですね。はい、でオープンスタックはどういうところで使ってらっしゃる？はい、オープンスタックどこで使っているかといいますと、先ほども言いましたけども、2013年できたアドテク本部というところの、プライベートクラウドの環境がありまして、でそこのプライベートクラウドがオープンスタックでできています。でそのオープンスタックの上でその広告系のサービスがですね、今では20以上のいろいろな、広告サービスがオープンスタックで稼働しているといった感じになっています。規模とかって言えるんですか？サーバー台数とか。そうですね、あんまり細かい数字は言えないんですけども、一応コアの数でいうと1万コア以上、あとオープンスタックのコンピュートノードで言いますと今、最終的には300台以上ぐらいの規模の、オープンスタックが展開されています。なるほど。で今後の展開としてはどういうふうにその利用拡大されるのか、高度化するのか。そうですね、今、アドテクノロジーのサービスっていうのが今非常に好調でですね、どんどん伸びてきていますと。でそれに応じてですね、もちろん既存のオープンスタック環境を拡張していかなきゃいけないというミッションはあります。でそれと同時にですね、オープンスタックってですね、リリースのサイクルが半年に1回ということで非常に早いと。でもちろんサービスサポート外になるということも早い、サポートされるバージョンが2バージョンまでなので、で半年に1回バージョンアップしますので、1年経つとですねサポートされなくなってしまうんですね。なので価値とか出なくなってくるんですね。そうですそうです。なのでそういう古くなってしまう前に新しいものに入れ替えていかなきゃいけないなと思ってるんですけども、なかなかですね既存で動いてるオープンスタック環境を新しくアップグレードするっていうのは非常に難しいといったところがありますので、ちょっとそこをどうしようかなと今考えているところです。基本あれですか、その戦略としてはやっぱりその、動いてるやつはそのままにしておいて、新しいバージョンのものを別に作って、そうやって交互に変えていくみたいな感じなんですかね。そうですね、動かしながらアップグレードするっていうのは、一応できないこともないと。アップグレードするっていうこのノウハウをですね発表しているセッションとかもですねあるぐらいなので、一応できることはできるんですけども、すごく大変ですと。なんか失敗したら戻すのもすごい苦労するでしょうし、ですのでうちらがもしやるとしたら、新しい環境をまるっと作りまして、でその上でサービスを引っ越しして、で古いものはまた新しく作り直すというふうなサイクルでですねやっていきたいなと思ってます。なるほど。で運用体制はどういう形になってるんでしょうか。はい、現状の運用体制で言いますと、私含めて3人で運用しています。1人ネットワークに詳しいものと、あと他のメンバーといった感じで少ないんですけども、一応運用できてます。多分。すごいですよね。先ほど DeNA さんもおっしゃってましたけど、やっぱりですねある程度3人よりは4人から5人ぐらいはやっぱりいた方がいいかなとは思ってますね。なので人材をですねオープンスタックを運用できる人を育てるっていうのもちょっとこれからの自分たちの課題でもあるかなと思ってます。うん、なるほど。で、その実際に使っていて、苦労する点とか課題だなと感じてる点だとか、あるいはこれは良かったなと感じてる点って何ですか？そうですね、運用上の課題なんですけども、今のところですね、オープンスタック稼働させてからサービスが機能不全になりましたみたいな障害は起こってないです。なので一応うまく運用できているのかなと思ってるんですけども、まあ、ただですね、一番最初に考えたのはやっぱりオンプレミスの環境で、まあ、オープンスタックを展開するというので、やっぱパブリッククラウドのですね、コストに勝たないといけないっていう部分がありました。なので、コストに関してはパブリッククラウドよりも安くで、サーバーのスペックですね、オンプレの環境安くできました、でもパブリッククラウドの方が CPU の性能もいいしっていう状況になると、まあ、やっぱりパブリックの方に流れていっちゃいますので、まあ、パブリッククラウドと遜色ないぐらいのスペックをパブリッククラウドで提供するよりコストをですね、なるべく下げるといったようなですね、工夫で一応オンプレミスのオープンスタックは構築してきました。はい、なるほど。小野さんにもお伺いしましたけれども、今のそのオープンスタックファンデーションですとか、あるいは、オープンスタック関連のその取り巻く世界だとかに関して、その何かこう意見したいことってありますか？そうですね、まあ、我々はですね、ファウンデーションに対して何も言える立場ではないんですけど、オープンスタックを利用する側ですので、まあ、開発しているグループではないので、まあ、オープンスタックファウンデーションにはですね、まあ、とにかく頑張ってくれとバグとかいっぱい直してねといったところですね。まあ、もちろんですね、サイバーエージェント会社としてオープンスタックファウンデーションですね、なんかコントリビュートしてなんか開発しているかっていうと、まあ、まだそういう段階ではないので、まあ、あくまで個人レベルでですね、まあ、オープンスタックの開発に貢献するようには一応心がけてます。で、一応 Liberty 今回出ましたけども、一応そこにですね、自分のコミットとかマージされまして、この間コントリビューターリストみたいなホームページにあると思うんですけど、一応そこに名前が出てくれたので、皆さんもですね、頑張ればコントリビューターになれるんですよ。で、じゃあ自分がどういうコントリビューションしたかっていうと、単なるドキュメント修正なんで、そうした些細なですね、修正もオープンスタックとしては重要なコントリビュートになりますので、皆さんもぜひコントリビュートしてほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さて、時間を押しておりますが、重要なお話がまだまだあります。先ほど名前を出しました入谷さんによりますと、IDC さんは今後そのオープンスタックのエコシステムが2014年から2019年の年間平均成長率でいうと 113.7% で伸びていくというお話でした。で、こういうその成長をある種その実現していくっていうんでしょうか、要素は何なんだろうかというふうに私も考えるわけですけれども、まず一つはこれなんで AWS の話を出してるのかって話ですけれども、やっぱりそのクラウドに関する特に日本の方々のその意識の変化が確実に起こってるなというのは AWS を見るとよくわかるというふうに思っていますので、ここでそのスライドとしてお出ししたわけですけれども。AWS さんはその東京のリージョンを世界で第5番目のリージョンとして始められましたが、その後非常にやはりその日本では受けているなと。でしかもその一般企業の方々までも AWS が年に1回開くその AWS サミットでは喜んで話していると。50人ぐらいの人が今年の AWS サミットでは話したということですけれども、お客さんとしても NTT ドコモさんが喋ってコンシェルだとかで使ってるのはよく聞かれることだと思いますけれども、ユニクロのファーストリテイリングさんがもうほとんどその全て AWS に移行しますよとか、ローソンもそうですね、バンダイナムコ、ホンダ、アサヒガラス、アキンドスシロー、良品計画さんもその、BI を中心に AWS を使っていると。でソニー銀行もいわゆる金融機関ですけれども積極的に AWS を使おうとしていて、実際そのソニー銀行の方にお伺いすると、もう金融庁も関心を持っていて話聞かせるという状態になっているということです。まあ、ということでその日本のその一般企業さんは非常にその今までお話しいただいた方々と意識が違って、いや保守的で、現状を変えたくないと思ってるのかなと思ったら、そうではないわけですよね。これを見るとよくわかるんですけれども、一般企業なのにアマゾンにいわゆるオールイン、その全てのアプリケーションを移行しようとする人たちが日本でもボロボロと出てきているというのが現状だと思います。例えば、SAP ですけども、 SAP さんは、この間6月に発表したところによりますと、 AWS 上で稼働するその SAP 製品の導入企業が100社を超えましたと。要するに日本で100社以上がAWS 上で SAP 花かもしれませんよ、製品を使っているということなんですね。で、私が去年だったかの AWS サミットであるお客さんの話を、聞いたんですけれども、いわゆる SAP を動かしてますと AWS 上でと。である日SAP が落ちましたと。で結果的にその30分ぐらいその止まったことになりましたと。でもいいんですっていうわけですよ、その人は。社内アプリケーションなんでいいんだと。それよりも AWS を使うことによってその VCP 対策だとか DR だとか非常に安いコストでできるようになりました。要するにレプリケーションする、そのリージョンを超えてレプリケーションするというそのことによって、そういう単純な作業で、簡単な BCPDR が作れるようになりました。そのことの方が大きいんですという話なんですよね。これってよく考えるとすごい話だと思いませんか。 SAP って言えばまあ1秒たりとも止まらせないと考える人は多いと思いますけれども、30分止まってもいいんですと。それも一つの割り切り方なんだと思うんですよね。クラウドがその第三のプラットフォームのアプリケーションのためのものだとよく言われますし、例えば VMA のようなものは第二のプラットフォームのためのプラットフォームなんですと。で、いえ世の中はそのクラウドに向かっていくんですよっていう話なわけですけども、でも AWS で今そのセカンドプラットフォームのアプリケーションを動かしている人もいるんですよね。そこすごく面白いと私は思うんですけど、でこれがさっき私が言ったことですね。AWS もオープンスタックもアーキテクチャは基本的に同じなんですよね。オープンスタックは、まあ、基本的にはその AWS 対抗と言ってしまえば AWS 対抗のそのAWS の代替となるものを、作ろうじゃないかと、もっとオープンな形でということが一つのその動機になってますので、そういう意味ではアーキテクチャは同じですと。だけど今現実にその AWS で従来型のアプリケーションを動かしている人いるわけですよね。だったらオープンスタックベースの、クラウドサービスであってもオープンスタックベースのプライベートクラウドであっても動かしても何ら問題はないはずなんですよね。でまあそういうそのいわゆるその一般企業さんがより安心して使える世界を目指した動きっていうのは日本でもある程度見えてきました。今日のその基調講演では NEC さんがそのスーパーインテグレーターっていう言葉を出して、要するにその、オープンスタックってその自分たちで、開発ができるぐらい、すごい知識とノウハウを持った人だけのものじゃないんだと。もっとそのそれに続く人たちが使えるようにならないと本当の普及はありませんねと。もちろんそうですよね。ということで、知識を持ってオープンな形でその助ける人が必要じゃないかということで、その NEC さんはこういう言葉を出してこられたと。自分たちがそのディストリビューションを作るっていうことよりも、ある種そのオープンスタック以外のものを含めて、お客さんがクラウドを作るのを支援するっていうことをビジネスにしていきたいというのが彼らのその言い方なんですね。でもう一つ面白いのは富士通のクラウドサービスで、富士通は K5 というクラウドサービスをオープンスタックベースで展開しようとしています。これは基幹システムも含めたサービスなんですよね。要するにその新しい形の基幹アプリケーションも構築しますよ。あるいはその SOE などと呼ばれるそのシステムオブエンゲージメントなどと呼ばれる新しいアプリケーションも構築していきますよと、お客さんと一緒に。そうすることによって、まあ、当然ながらその、富士通は、システムインテグレーターとしての、能力があるわけですから、それを十分生かした形で、クラウドベースでお客さんに対してその、ビジネスで使えるような機能を提供していくと。そのためにオープンスタックをベースとして使うと。で彼らはあまりオープンスタックベースというのを宣伝したくない、しようとしないと。これもまた面白いと思うんですね。つまり重要なのは別にオープンスタックを使っていることではなくて、最終的にはお客さんの喜ぶようなアプリケーションが作れるかという話だと。もちろんそうですよね。で、まあ、日本だけの話じゃないと思いますが、まあ、私どもが日本でいろんな方の話を聞いていて思うこととしては、まあ、やはりそのいろんな組織があり、いろんなニーズがありますねと。パブリッククラウドに移行することで、いわゆるその第3のプラットフォームの世界に行きたいんだということを言う方々もいらっしゃる。一般企業の中でも単に勝ち馬に乗りたいっていう人たちもいる。SIA さんも含めて、自分たちが信じた人を信じてある種その人たちにその依存したいと思う人たちもいる。責任を転嫁したい人たちもいる。もっと積極的にその自分たちの運命をコントロールしたいと考えて、そのために単一のその業者などに依存することをできるだけ避けたいというふうに考えて、一生懸命やってらっしゃる方もいらっしゃる。で企業の中の部署などは自分たちがコントロールできるんだけど、シンプルな IT、まあ、それこそそのビジネスのための道具として使えるようなものが欲しいだけなんだとおっしゃる方々もいらっしゃる。もっと言えば、うちはそのビジネスに集中したいだけなんだと、 IT の余計な面倒くさいことはしたくないんだよという方々もいらっしゃる。で、まあ、自分たちでそのコントロールしたいっていうおっしゃる方々はアメリカなどに比べれば確かに少ないかもしれませんけれども、 IT をどんどんもっと使っていかなくちゃいけないですよねと。もっとそのビジネスに直接その活用していきたいというふうに思う方はほとんど、日本でもほとんどを占めてるんだと思うんですよね。でそういう意味で言いますと、オープンスタックってその一部の方々が言うように、いやオープンスタックはそのクラウドネイティブなアプリケーションだけのためにやるんだよと、従来型の古い考え方の人は使っちゃいけないんだよとか、使えないんだよとか、ある種言ってる暇ではないわけですよね。より多くの人たちが、自分たちのやり方でオープンスタックをその消費することを望んでいるわけなので、それに対して誰が何をできるかっていう世界に入ってきてるんだと思うんですよ。で実際に、今日も私、複数のそのオープンスタック関連のベンダーの方にお話聞きましたけれども、実際にそういう話はかなり広がってきていまして、明日でもその、マーケットプレイスをご覧になるとよくわかると思いますけれども、意外にその一般企業でオープンスタックを例えば VMware と並べた形で使うことを支援するための、例えばストレージ基盤の製品を提供してますよとか、ツールを提供してますよとかいう話をされている方々多いんですよ。ですから今私が申し上げたようなその他大勢の一般企業さんのニーズが満たしやすくなりつつあると、少なくとも製品や技術としてはそういうものが出てきていると。それはそのオープンスタック自体の活動とはちょっと違うかもしれませんけれども、関連ベンダーの間でそういうその動きが活発化していると。でこれは日本にとってすごくいいことで、日本のユーザーさんは、やはり多くの場合、外部の助けが必要だと思われますので、そういう助けをいろんな形で、製品であれ、そのインテグレーションであれ、クラウドサービスであれ、提供されるような方々がどんどん増えてくるっていうのが、日本のオープンスタックを成長させると思いますし、実際にそういう動きになってくるのかなというふうに思っております。以上でございます。ありがとうございました。